11月ですね。はい、どうでしょう。まずコインランドリー、フランチャイズチャンネル。はい、これは今回は好評のフランチャイズやってみた企画の11月ですね。はい、どうでしょう。まずコインランドリーから。はい、コインランドリーの売り上げを発表します。はい、198,600円。低いね。ちょっと低いですか。シミュレーションでは30万ぐらいだったね。そうだと思うんですね。うん、初めは30万ぐらいで徐々に上がっていくっていう感じですよね。確かに、まあ11月は割とお天気も良かったんですよね、うん、決してみんな高かったってところじゃないですけど、うんうんうん、まあなんかこう最初低空飛行からプッと上がってるって感じはちょっとまだしてないかね、これ。そうですね、うん、確か損益分岐点は60万だったはずなので、いつも40万ぐらいの赤字ということで、まあ今年ってわけにはいかないからね、来年のどこかでこの達するのか、ね、はい、再来年までかかるのかっていう、ずっとお金がかかっていくのか楽しみですね。リアルに、実況していきますので楽しみにしてください。まあ、なかなかこれをね、こういう形で発表していることはないから、でこれ再生回数も結構多いしね、好評なんですよね。そうですね、やっぱ僕のね、お金がやっぱ気になるんですね。ということで、それに引き続いて仮想通貨1000万分買った、それを今から総資産とか発表します。1000万円がなんと今182万2231円。おお、やばいね、しびれますね。さあ行きますよ、次。なんで本当は仮想通貨に3000万突っ込もうと思ったんだけど、預けた瞬間にコインチェック事件が起きて引き出せなくなったから、頼むから社長を株にしてくれと言われて、会社の人にね、だから仮想通貨株税が買った株、まず、パーク社テクノロジーと NVIDIA とインテルですね。パーク社が1339万で買いましたが、今806万、530万マイナス。はい、NVIDIA 1500万で買ったのが1013万2942円、マイナス489万2100円ですね。でインテルも124万で買ったのが108万4975円、15万マイナスですね。為替とかも合わせて、そうですね。そうする、で今3000万円のお金が、取得金額が3000万がですね、今評価金額が1964万5912円、1037万9540円マイナスです。なかなか来てますね。これもすごくない？すごいね。でもまあ、うん、これ撮ってるのが今12月の今日14日なんですけどね、はい、去年の12月とのこの世の中のね、このギャップがすごいよね。去年の12月ってみんな仮想通貨がもうビットコインとかがもう倍になってるみたいな話で盛り上がってて、株もやっぱり高かったし、しかしまあこれ仮想通貨はね、そういうこともと思うけど、株でもね、これは林さんが買ってるものが特に悪いってことではなくて、僕もねこの時期ですから、いろいろなんか証券会社からね、投資のどうこうなりましたみたいな報告書が来るけど、まあ去年今まで見たことないような感じにはなってますよ。だから今やっぱこれね、まあさすがにその世の中的にね、やっぱりこうなんかアメリカと中国でこう、まあ、ほぼ経済戦争をしてるような、突入するような感じだし、まあ EU、 イギリスの EU の問題もあって、まあちょっとやっぱ非常に厳しいですよね。まあでも、うん、まあそのうちこれらは戻すんじゃないですか。やっぱり気になるのはコインランドリーです。これは株はそのうち、まあ、持ってれば、このままどんどん下がり続けてなくなってしまうっていうのは、仮想通貨はその可能性もゼロじゃないけどね。まあコインランドリーですね。そうですね、うん、三原社長どうしたいでしょうか、教えてください。また出演いただけますかね。そうですね、はい。フランチャイズ相談所では皆さんのコメント相談をお待ちしてます。ね、意外と再生回数が少ないんですけれども、結構なんかいろんな問い合わせいただけますよね。なんですけど、こっそりみんな問い合わせをしてくれるんですけど、コメント欄が寂しいんで、ぜひぜひいろんなコメントとか、まあね、こっそりいろいろね相談したいこともあると思うんで、それはね、メールもあるんで、いろいろご連絡お待ちしてます。チャンネル登録もお願いします。